後ろに回した時に、まあ、痛かったところも、うん、あのマシになってだいぶ引かれて3割ぐらいまでも落ちたなと。こんにちは。お願いします、はい、今から清掃していきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、まあ、前からのちょっと肩と首肩腰と痛くて、うんうん、よく背伸びしたりとかした時に肩の方が痛み感じたりとか、肩腰は重いも持ったりとかした時に痛む感じですね。なるほど。ちなみに首肩周りと腰周りでしたらどっちの方が今は痛み出やすいですか。どっちかって肩の方が特によく出ますね。特に左の方が辛いですか。そうですね、はい、うん、あと伸びしたらっておっしゃってましたけど、こう手上に上げたり伸ばしたりすると、そうですね、こう伸びた時にこの肩の、うん、あ、肩甲骨周りが今も痛いですか。軽く今痛い感じで、あ、何にもしてなかったら大丈夫ですか今。そうですね、もうなんかガタンとなんか上に乗ってるような感じの感覚がある。常に重たいっていう感じ。そんな感じですね。あ、なるほど、かしこまりました。じゃあまず動きの確認をしたいんですが、まず首できる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回してみてもらって、今は動かしにくいとか突っ張る感じとかそういうのはいかがでしょうか。まあ、こっちに引っ張った時この辺が突っ張る感じが、うんうん、痛みとかは特には出ないですか。特にはなくて、うん、OK です、OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、ゆっくりでいいんで下向き上向きってやってみましょうか。この時は突っ張り感とか引っかかる感じとかそういうのはいかがでしょうか。左にこの後ろに倒した時にこのこの辺が、うんうん、引っかかりがあるような感じがしますかね。です、OK、です。で今度はですね、横向きのままで肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。まず前からいきましょうか。で手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらって、OK、です。この時は痛みが出るとか突っ張る感じとかそういうのはいかがでしょうか。こっちに倒した時に、うん、このちょっとお尻と腰の付け根の方がずっと痛む感じがあります、うんうん、あー、OK、そうです。じゃあ今からね全部整列していきますので横のベッドに移動お願いします。はい、ゆっくりと右向きます。楽にしてだ肩の力もそのまま左向きます。肩の力抜いて大きく息を吸って、はい、吐きましょう。一度座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。ゆっくり胸を張ってもらって後ろにも垂れます。首の後ろ、ここで両手を組んでもらってもいいですか。で下向きましょう。脇閉じて胸を張ってもらってゆっくり持ってます。はい、顎引いてもう一度脇閉じましょう。一旦肩の力ストーンで、もう一度指と指をしっかり出ますので背中丸めていきましょうか。ゆっくり丸まってで大きく息を吸って、はい、吐きます。はい、はい、ゆっくり吸って大きくしようか。これで軽く首回し見てもらった感じはいかがでしょうか。いや、ちょっと軽くなったような感じが、うん、下向き上向きはいかがですか。上向きの時に痛かったうんうん、ところもだいぶ楽にはない。あ、よかったよかった。今度は左足を曲げておいてもらって、お尻もう少しだけ前に行きます。両手を回ります。ちょっと引っ張りますよ。
両肘曲げて楽にしておいてください。ゆっくりさせます。一度大きく息を吸ってから、はい、吐きましょう。今度逆向きでお願いします。右足を曲げた状態で、お尻もう少しだけ前に行きましょうか。はい、OK です。両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。グーッとね。両肘曲げてもらって楽にしておいてください。また大きく息を吸って、はい、吐きましょう。はい、OK です。上向きで寝ましょうか。足伸ばしたまま楽にしておいてもらって、ちょっと骨盤周りを押していきます。左手をもらいます。手を上げてから腕の力だなぁと。大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふー、ゆっくりと戻れます。後ろに行ったら、で手を後ろに回しておいてもらって肘を曲げます。ゆっくりと後ろに戻れます。たらーと、じゃあ今度逆向きでお願いします。右手をもらいます。手を上げてから腕の力だらーと、少し戻れましょうか。そのまま楽にして、大きく息を吸って、はい、吐きます。右手を後ろに回しましょう。肘を曲げたままゆっくり戻れます。
はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。左手をもらいます。肘伸ばしたまま大きくぐるっと回しましょうか。もう一度肘を曲げてもらって、ここから真上にバンザーイ、耳に近づける感じ。もう一度肘曲げて真上にバンザーイ、もう一度曲げましょう、真上にバンザーイ、もう一度曲げてから真上にバンザイ。手を後ろに引きましょう。前から後ろにぐーっと、もう一回だけいきましょう。前から後ろに行けるところまで引きましょう。はい、手を下ろします。はい、ですよ、どうぞ。全部施術が終わりましたけども、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？はい、うん、大丈夫です。あ、よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、まず首からできる範囲でいいので、ぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって、まあ、さっきと比べて首動かした感じはいかがでしょうか？そのさっきの、あの後ろに回したときに、まあ、痛かったところも、あの、まあ、マシになって、あ、よかったよかった、はい、じゃあ今度横向きになっていただいて、またゆっくりでいいんで下向き上向きってやってみましょうか。今首を動かした感じはいかがでしょうか？もちろん、あの、さっきほども後ろ倒したときに痛かったのも楽になって、うんうん、とてもつまり感取れてますか？そうですね。あ、よかったよかった。じゃあまたね、横向きのまま肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。今腰はどうでしょう？動かした感じは先よりはだいぶ楽にはなりましたね。うん、反った時の痛みとかそういうのは今大丈夫ですかね？まあ、まあ大丈夫です。OK です、OK です。今日施術を受けられてなんですけども、全体的な感想っていかがでしょうか？やっぱり、まあ、今まで痛かった箇所とかもだいぶ楽になって、まあ、あの、とてもいい施術だったなとは思います。ありがとうございます。ちなみに、あの、一番最初、まあ、施術する前の痛みとか症状が10割だったとしたら、今何割ぐらい残ってる感じってありますか？まあ先ほどもね、だいたいもうだいぶ引かれて3割ぐらいまでも落ちたなとは思います。7割減ぐらい。そう、いい感じですね。よかった。じゃあ今日はね、一旦ここまでにしときますので、一度これで様子見ていただいてもいいですか？はい。ありがとうございました。